ゴルフ接待問題について、解説したいと思います。僕はゴルフ大好きで、ゴルフって素晴らしいスポーツだなと思ってるんで、なんかその変な偏見を持たれて、もうね、接待ゴルフ、休日にね、なんか無理やり上司に言われて接待ゴルフに連れて行かれるみたいな風習、まあやってる人もまだいるのかもしれないですけど、もうそんな人たちってどんどん今減ってきてます。一番プレイしている層って、もう団塊の世代だと思うんですけど、団塊の世代はもうすでに引退をしておりまして、老後の、まあ、要は、なんていうの？年金生活者になっていて、で、そういう人たちがゴルフしてる一番のマジョリティだと思うんですけど、接待でもなんでもないですよね、多分。ゴルフ好きな人たちがゴルフをやってるだけ。で、もう、ボリュームゾーンっていうか、もうその下のボリュームゾーンって僕たち、団塊ジュニアなんで、どっちかっていうとこう趣味のゴルフに近い人たちばっかり今なってきてるし、若い人たち今すごいゴルフ熱、高まってます。なんでかっていうと、一つはその少子化によって学校の、まあクラスの人数が減ってるんですよね。すごく激減してます。僕らが学生だった頃に比べると激減してるので、どういう状況が起きてるかって、チームスポーツが成り立たなくなってるんですね。サッカーとか野球とかがもう、学校内でチームが作れないと、紅白戦やるのに野球だったら18人必要じゃないですか。それが集まらないということで、個人スポーツが人気になってきてるんですよね。だからバドミントンとかテニスで日本人選手が活躍してるのは、それは、その影響が大きいと思います。チームスポーツでもバスケットボールみたいな6人でできるようなスポーツ、これがマジョリティになってきておりまして、その影響もあってゴルフも、結構そのジュニアが増えてきてですね。で、ゴルフ場もジュニアを育成しようということで激安にしたりとかして、結構お金なくても楽しめるようなスポーツになってきてるし、中古のクラブ市場というのがですね、まあネットの台頭もあって安いクラブがですね、簡単に手に入る時代になっておりまして、ゴルフイコール金のかかるスポーツっていう概念はちょっともう古いですね。ネット予約も、ネット予約でやるともう地方とかだったら2000円とか3000円ぐらいでプレイできるゴルフ場ゴロゴロありますからね。ゴルフは金がかかるとか、接待ゴルフとか、だからマツコデラックスさんがもう多分ゴルフやられないと思うんですよね。だからそういうこう昔の知識を多分マツコさんが、考えていた古い昔のゴルフの状況を話されてたと思うんで、あれ、正直マツコデラックスさんってめちゃくちゃ影響力あるんで、マツコさんの言うことに異議を唱えると、もう総叩きに合うわけですよ。僕もすごい叩かれてますけど、ゴルフ関係者の人たちよくぞ言ってくれたと、結構言われました。要は僕たちは声を上げるともう本当に叩かれてしまうんで言えないんだけど、あれでやっぱゴルフの人気っていうか、まあただでさえね大変なところをね、あれで冷や水をね浴びせかけられる、ゴルフのイメージやっぱ悪くなるじゃないですか。でイメージダウンの影響ってマツコさんみたいな影響力ある人が言うとやっぱり結構厳しいんですよ。なので僕はもうゴルフ好きなんで、あえて言わせていただきました。もう接待ゴルフとか古い、正直今はそんなんじゃないゴルフの方がすごく増えてきてるし、子供たちもすごくやってるし、僕はねこれ障害スポーツとして素晴らしいスポーツだなと思ってるんですね。ゴルフやってる人たち、まあ一部変な人もいますけれども、大抵はみんな紳士のスポーツで、下手くそな人がいてもですね、優しく見守ったりとか教えてあげたりとかするプレイヤーのがほとんどだと思います。でゴルフって下手でも上手くても一緒に4人で回れるっていうのがまたいいわけですね。仲良くなれます。もう本当に何時間も一緒に、外を、連れ立って歩くわけですから、すごく仲良くなりやすいスポーツなんですね。で下手でもだから 100を切れなくてもですね、みんなでワイワイ言いながら回れるっていうのがね、それがまたいいんですよ。だから多分接待にも使われてたんだと思います。下手でも上手くても同じ組で回れるっていう、ゴルフのね、ドライバーが飛ばなくてもですね、前の方から、やれる。で、ハンディキャップが、すごく上手くできてるんですよね。なので、コンペでも、例えばシンペリア方式とかって言って、自動でハンディキャップを計算して、
で、まあ、そんなに上手くなくても優勝できちゃったりとか、もうそういうシステムがすごく完備されてる上に、あの、カートを使わずに歩くとですね、もう本当に自然の環境をそのまま使ってるんで、でこぼこ道を、まあ、だいたい10キロぐらい歩きますかね、ワンラウンド18ホール回ると。そうするとですね、すごく健康にいいんですよ。日光を浴びてビタミン D が出て、だからね、骨粗鬆症とかね、ビタミン D は骨を強化するのにすごくいいと言われていて、日光を浴びると、ビタミン D が、たくさん、分泌されるんで、骨が強くなる。さらに、足腰もね、そんなにハードな運動じゃないじゃないですか。ずっと 10キロ歩いたらですね、結構エネルギー使うし、足腰も強化されるし、なんといってもその、自然環境のままなんで、デコボコ道を歩くとですね、体幹も鍛えられるんですね。もう、いいことばっかりですよ。なので僕、ゴルフをやってる老人って、なかなかボケないと思います。で、共通の仲間もできるし、趣味も、長く続けられる趣味もできると。ということで、ゴルフをですね、悪者扱いしないでください。マツコさん、ということで、いってらっしゃい。